皆さんに問題です。シャドーバース史上、最高の量環境とはどの環境でしょうか？量環境の定義ってどんな感じなんだ？出したようなデッキが入り乱れて、メタが動くような環境じゃないでしょうか？それなら私はクラシック環境を押すかな。ミョンはなんだかんだ神々の騒乱ミョンね。この後に控えてるアンドリを思うと、ここまでが最高の環境ミョン。セクバンナーフゴでいいなら、リバブロ環境も結構好きでしたよ。はい、皆さん非常に残念です。まあそれぞれにそれぞれの思い出もあるでしょうから、意見は分かれるところでしょうが、私が満を持して今回紹介する環境は、任天堂スイッチにて発売された CS 版シャドーバースことシャドーバースチャンピオンズバトルのネット対戦環境です。この前までお前が発売イベント企画のチーム対抗チャンピオンズカップという企画で普段全くやらないランクマッチを死ぬほど潜ってたやつな。いやマジで初日からランクマッチ潜ってたんですが、たった10日間のランクマッチでストーリープレイ時間も合わせて合計120時間、それでもランクポイントが2万点しか漏れず、上位実況者たちの仲間入りはできませんでした。でも量環境だったミョンか？量環境すぎて、ネタでシャドバやってたやつには、とてもじゃないけど乗りこなせない波の激しさでした。各参加実況者さんたちはこんな感じでした。まずそもそもストーリークリアに20時間以上を必要とする、想像を絶する大ボリュームの内容、さらにパック課金なんてありませんから、コツコツカード集め、それらが重なった発売直後のランクマッチ環境は、この企画のために何としてもランクポイントをもろうという固い決意の実況者たちの血で血を洗うデスマッチへと変貌していたのです。稼いだランクポイントが如実に出るミョンからね。いやちょっと待て、シャドバトってバハムート降臨までアプリ版第3版までの収録だよな。いくら案件受けたお世辞だからといって、このメンツを量環境呼ばわりは無理がないか。ああ懐かしい顔ぶれミョンね。シャドバト発売前の評価としては、どうせドロシーゲーミング、はい、バハメンコなどなど、シャドバ老人会の皆様から厳しいお声が届いておりました。実は私、今回の企画に際して2日目ぐらいから、当たったデッキとプレイヤーの名前をメモするようにしまして、大体どんなタイプのデッキが環境に出回っていたのか、すべて把握しております。これをもとに、環境の動きを皆さんに見てもらいつつ、この絶妙な環境が成立した要因について考察していきたいと思います。ではシャドバと発売1日目から見ていきましょう。初日は多くの方が予想した通り、ドロシーバハ環境でした。また、簡単に手に入るアニメオリジナルカードの中に、手札にフェアリーを加える効果が発動するたび、その枚数を2倍にする、フラワーボックスというゴールドカードが存在しました。アニメオリジナルカードもんね。いやしかし、アマツエルフもない環境でこのカードは強援になり得ないのでは。もちろん増やしたフェアリーは墓地に送り、冥府への扉を開く糧となります。シャドバプレイヤーフェアリーに厳しすぎ。これが草の人が初日に握っていたデッキ、故障、メモリ冥府エルフとなります。なるほど。これはまさにシャドバ老人会にふさわしいメンツだな。基本的にカードのステータスはアプリ版でカード能力調整後のものなので、コストの上昇した次元の超越ウィッチやミニゴブリンメージの調整の結果、 OTK エルフは当時のような生息数はいなかったミョンね。発売初日ということもあり、まだみんなカードが揃っていない状態なので、集めやすいこれらのカードのデッキに分布が集中したという結果ですね。環境の頂点にはドロシーが君臨し、それをメタルためのランクドラゴンバハメンコ、これはなかなか懐かしのバハムート環境の再来ですな。環境も2日目に入り、アプリ版ならそろそろギア1デッキが固まる頃、一方シャドバと環境は不穏な空気に包まれていました。この日を境に、とあるカードが出没するようになります。潜伏、攻撃時このフォロワーが潜伏状態で攻撃したなら、フォロワー、カッコシャドウバハムートを除く、すべてと、アミュレットすべてを消滅させる。なんだこの僕が考えた最強のカードは。潜伏で除去が困難な上に、攻撃時効果で全消滅ですか。ラストワード効果も許さないし、本家バハが取り上げられた、アミュレットに対する干渉まで備えているミョンね。サハキエルと組み合わせることで、7ターン目にライブラが打てます。これにより、環境にてランプドラゴンの勢いが増すことに、不幸中の幸い、ゲームの設定上シャドウバハムートは1枚のみしかデッキに入れられず、強制ピン採用となるので、環境を滅ぼすことはありませんでしたが、盤面消滅はもちろんドロシーの天敵となり、アミュレットも焼く結果、副次的に冥府への道も対策されてしまう結果に。つまり、シャドバと環境はドラゴン最強だったわけか。ここで決まってしまうと量環境とは言えないのでは？そう、伝説は3日目から始まるのです。発売から72時間が経過し、徐々にみんなのカードが揃ってきました。この時、ストーリー勢の間で話題になっていたのはスマホ狩りでしたが、ランクマッチフロントランナー勢の間で話題になっていたのは、ルシア狩りでした。ルシアくん逃げて超逃げて。なぜ、ルシアを狩るのがそんなに流行ったんですかね？これには、シャドバト界の闇とも言われる、ダークコロシアムと脱法コピーカードが深く関わってきます。まさかお前たちチートに手を染めたんじゃないだろうな。シャドーバースチャンピオンズバトルのゲーム内には、ダークコロシアムと呼ばれる場所があり、そこでは、独自の通貨であるダークコインで全てがやり取りされます。バトルで勝利して手にするのはダークコインですし、ダークコロシアム内でカードを入手するにも、ダークコインが必要となります。
このダークコイン、勝利して入手できる量が1500枚。そして主な使用用途がシャドバとオリジナルカードの入手と複製でした。入手と複製？アプリ版には登場しない多くのカードが、ここダークコロシアムで入手するか、各キャラクターとの信頼関係を深めるイベントをこなすことで1枚限り入手できるのですが、デッキに3枚投入しようとすると、ダークコロシアム内でカードをコピーするしかありません。これがいわゆる脱法コピーカードなんか。しかし強力なイグニスドラゴンなどをコピーしようとすると、必要なダークコインが8000枚、さらにはダークコロシアムルールの適用などにより、16勝するのにも、かなりの労力が必要となっていました。そこで流行ったのがルシア狩り。ヴァンパイア使いのルシアは、復讐効果を効率よく発動させるため、戦闘開始時に、自分の HP を10まで減らします。モロハの剣というやつか。これをバーンカードを中心に組んだデッキで、最速3ターンで倒す。現在世界記録はマリガンから37秒で倒したケソポテトと言われています。クソどうでもいい世界記録だな。草の人は惜しくも41秒で記録達成ならず。もう対戦せずにコイン渡せ、お前コピー屋の隣に立ってろなどなど、完全にプレイヤーのカモとされてしまったルシア君。そうして生まれ落ちたアニオリカード軸デッキ初の有効が、イグニスドラゴンを採用した、フェイスドラゴンデッキでした。主に実況者のカモの橋さんを中心に流行ったこのデッキ、ランクマッチではポイントを盛るスピードとして、早く試合を回せるアグロデッキが流行る傾向にありますが、それとも噛み合った結果、爆発的にイグニスフェイスが流行る結果に。やっぱりアニメオリジナルカードは強制ミスだったんだ。こんなの勝てるわけないじゃないか。そう思っていた時期が私にもありました。この渦巻くイグニス環境、さすがはアニメ主人公の切り札カード。だがしかし、これに待ったをかけるさらに凶悪なデッキが台頭する。このカードの悪夢はアプリ版のプレイヤーの知るところにょんね。シャドバとにて能力変更が先行して行われたスカルフェイン。その能力はアネレットをプレイするたびにコストが1下がるというドロシーも顔負けのヤバい性能だったにょん。こいつがアプリ版に逆輸入されてからのアンリミテッド環境は皆の方が知るところにょんね。とんでもない強化もらってたんだなこいつ。もともとビショップのカウントダウンアミュレットはカウントダウンというタイムディレイ効果ありきで設計されているので、そのコストに見合わないカードパワーを付与されています。栄翔全食らう声優なんか2コスト66な上に登場時に盤面全体に1点飛ばしますからね。おまけ効果だけですでに3コストのエンジェルバレッジにょん。これらを踏み倒してしまうスカルフェインが先行4ターン目に出てくる恐怖、これがイグニスドラゴンを襲いました。さらには霧雨神楽のエースカード、ホーリーセイバー。なんだこのドラゴンだけを目立った効果は。いやいや、エンハンス8の効果で手に入るカード。聖樹の号令は、コスト0で自分のビショップフォロワー全てを進化させる効果にょん。カウントダウンのタイミングにさえ気をつければ、ほぼ確実に発動でき、攻撃力7、体力6の守護疾走が出てきます。攻守万能すぎるだろ。忘れちゃいけないのが、聖樹の号令が進化させるのは、自分の場のビショップフォロワー全てですよ。もしこのターンに割れたアミュレットからフォロワーが出ていたら。無論進化します。この強化されたスカルフェインとホーリーセイバーによる環境蹂躙が5日目の夜まで続き、イグニスドラゴンは駆逐されることになりました。さらばイグニスドラゴン、安らかに眠れ。なお、フロントランナーたちがスカルフェインに沸き立つ中、実況者勢の中で最高ランクポイントでゴールしたパラちゃんさんは、強心の偶像を握っていた。強い人の考えることはもうわかんねえよ。スカルフェインという邪教の力に落ちる者が続出する中、これら悪しき力に手を染めたホーリーセイバーを断罪する、真なる騎士たちの行軍が静かに始まろうとしていた。そうだよ、アグロ環境といえばロイヤルだろ。なんでここまで話題に上がらなかったんだ。やはりアルベールをフィニッシャーとした、ミハタロイヤルは一定数いたのですが、イグニスドラゴンを軸としたフェイスドラゴンに遅れを取る形となり、あまり生息数を伸ばしている印象はありませんでした。そのイグニスフェイスドラゴンでさえディスアドを取ってしまう、セイバーカウントダウンビショップに、従来のミハタロイヤルは太刀打ちできるはずもありません。クックック、軟弱なロイヤルにはお似合いにょんな。我らビショップこそがこのビショップバースの頂点にふさわしいにょんよ。勝手にゲームの名前を変えるな。しかし、状況は一転して変わります。この日、ケソポテトチャンネルの生放送で公開された、ロイヤル勝利数ランキング1位公安のゴールデンミハタロイヤルが、今後すべての環境を引っ張ってしまうこととなるのです。ゲーム内に登場する、財前寺雅のエースカード、ゴールデンウォーリアーの効果を用いたミハタフェイスロイヤルが有効。もともとロイヤルは横展開力や、兵士の攻撃力バフ効果を持つ指揮官により、立ち上がりのスピードだけで言えば、フェイスドラゴンをしのいでいました。フェイスドラゴンの方がフィニッシュ力に優れてたんだよな。しかし、このゴールデンウォーリアーから、王家のミハタとしのぶとうを確定サーチにした、ミハタロイヤルの突破力は、イグニスフェイスをしのぐレベル、世界を絶望の淵に叩き込んだ、スカルフェインビショップと、危険する破壊力を持ったデッキへと仕上がっていたのです。フェイスドラゴンよりも破壊力があるとするならば、スカルフェイン側がこれに勝るには先行5ターン目までには、スカルフェインを着地させたいということになりますね。さらには割るべきアミュレットも適当じゃ結構ヤバそうにょん。
粉砕されたと思われた環境にうがたれたロイヤルによる一撃。猫も杓子もスカルペインだった環境は、一気にロイヤルに傾きます。今度こそ終わったな。シャドバと環境はロイヤルでファイナルアンサーだ。この後、このゴールデンウォーリアーデッキは6日目、7日目、8日目と根強く生存し、引っ張ってくるカードをシャドバとオリジナルカード、強引な買収に合わせて騎士王の意向を採用するなど、また最終的には、新たなる運命と冥府への道を採用した、冥府ロイヤルにまで発展することになります。シャドバとオリジナルカードが暴れまくってる環境なのか。いやでもこれ、ものすごいことですよね。たった十数枚のカードを追加したことによって、ドロシー環境だったバハムート降臨の環境が、普通ここまで誘導しますか？そう、これこそがシャドバと環境の名采配。当時環境に足りなかったパワー要素を、シャドバとオリジナルカードで補うことで、当時ドロシーに一歩及ばなかったデッキ群をそこまで引き上げたのです。まさか。ということは、一方当時ドロシーで環境を蹂躙していたウィッチは、シャドバとオリジナルカードがどうしようもないありさまでした。誰がワンピースをそこに置いてきたと言わんばかりの、大環境混沌時代の幕開けでした。ゴールデンイハタロイヤルに対抗すべく、中盤以降にパワーを置いたミッドレンジネクロ、アンデッドブレイクは全体に2点を飛ばしつつ、ネクロマンス4でゾンビ2体を出す。そこから6ターン目の死の祝福で、ゾンビを強化しつつ守護を並べる。リーサルは黒羽アリスちゃんのエースカード。スケルトンレイダーの処理能力が、盤面を並べるロイヤルに効果抜群。処理すれば処理するほど、相手リーダーや相手盤面にダメージが飛び、これを回避しても懐かしのミミココハウルによるバーストが飛んできます。それらロイヤルやネクロ、ビショップをまとめて対処できるのが、新規カードブレイジングデビルを用いたコントロールバンプ。このカードが画面いる限り、自分の HP が10以上でも復讐状態になる4。これを利用して、かなり早い段階から目視録やディアボリックドレインを使用し、9PP まで耐え忍げば、サオトメレイのエースカード、ブラッディデーモンが全てをやっ払うよん。失踪でドレインで、相手の盤面だけ目視録内蔵って、お前どんだけ欲張りハッピーセットだよって効果してるよな。他のシャドバとオリジナルカードより、テキストがシンプルなんですけど、単純ゆえに強力な1枚に仕上がっております。いや待てよ、コントロールヴァンパイアが今までのデッキを網羅してるなら、もうこいつが環境最強でいいのか？かと思えば、こちらも新規カードを用いたコウモリアグロバンプ。これがコントロールバンプの天敵となってしまったんですね。いやー、なんだか環境が混沌としてきましたよ。この企画中盤はまさしく混沌としていました。とにかくデッキタイプが多すぎて、メタを張れないんですよね。その結果、よくマッチングする対戦相手プレイヤーに対してメタを張るという、デッキメタではなく、プレイヤーメタが各プレイヤー間で行われるように。さらに実況者のライトさんを中心にテンポエルフ、アポロさん中心にカウントダウンビショップ、カモノハシさんを中心にランプドラゴンも健在、見かけないリーダーはおおよそ一致だけという環境に。一方その頃、最終ランプポイント2でゴールインしたキャソポテト氏は、持ち前の右手の強さでドロシーを握っていた。一応ドロシーも勝てるのかよ。もはや何が正解かわからない。自分の信じたリーダーを握れと言わんばかりの環境で、なぜかここに来て多くのリーダーが手を伸ばしたカードが冥府への道。というのも、シャドバとオリジナルカードの中でもニュートラルの、ゴブリンの召集があまりにも冥府と相性が良かった。場に並べてもよし、新たなる運命で墓地に送ってもよし。このゴブリンの召集というカードは、多くのデッキタイプに冥府への道を開かせることになった。冥府といえばもちろんエルフニョンよね。それに加えて、先ほど言っていたゴールデンウォーリアー採用のロイヤルも、やがて冥府採用型が現れたと言っていましたね。私が確認しただけでも、フェアリー冥府エルフをはじめとした、すべてのリーダーでゴブリン召集を採用した冥府デッキが模索されていました。シャドバと公式ツイッターが、初心者向けに冥府デッキ紹介してたニョンからね。もうこの頃になると、大体フロントランナー勢は、シャドバと環境オリジナルカードが、どのような意図でデザインされているか、それをカードテキストから読み解くことこそが、環境を制す方法だと理解し、特定のデッキタイプに採用できるオリジナルカードを探すトップダウン方式から、特定のオリジナルカードを活躍させられるデッキを探す、ボトムアップ方式に変更していました。おそらく、この冥府研究環境も、どこぞの誰かの配信でゴブリン召集が注目された結果、様々なデッキタイプで冥府への道の可能性を模索された結果だと思われます。まあこの時も上を振るっていたコントロールバンプに、冥府が強かったからな。コントロールバンプはこれを受けて、エクスキューションを採用するに至りましたからね。いよいよ企画も最終盤、一体どんな環境になるニョンかね。この後ラストスパートをかける実況者たちを待ち受けていたのは、想像を絶する地獄でした。あれ？ここまた知ってる天井だ。ていうか、
数時間前も同じランクポイントだったような。こんな嘘みたいな本当の地獄が最終日に実況者たちを襲います。ということは、おおよそ最終版はここまでの総集編というわけだ。企画の残り時間が少ないため、少しでも回転を早くして、ランクポイントをもろうとアグロデッキを握る実況者たち。しかしこれを咎めるがごとくミッドレンジネクロや、コントロールバンプが立ちはだかる。さらにはこの最終版にスパートをかけるアグロデッキを狩るべく、コントロールロイヤルが堂々の環境参戦。ここに来てまだ環境が動くのか。トップを走っていた実況者勢は、3万ランクポイントを多くの方が目標にしていましたが、この最終日の環境に翻弄され、またトップ層の末期隊には、この短期間にランクポイントを積んだ、激動の環境を乗り越えた猛者しかおらず、強いデッキを握ればランクポイントを漏れるというランクマッチの常識を、根底から考え直させられる事態に。最終的に3万ランクポイント超えた実況者はただ一人、トラちゃんさんのみ、3位ですら2万5000ランクポイントと、環境の難しさが伺えるにょんね。私も実は2万ランクポイントに到達したのは8日目だったのですが、この最終日の環境、泣きながら20時間以上プレイしたものの、伸ばせたのはたった1485ランクポイント。草の人の最終ランクポイントスコアは21485となりました。引退勢としては、なかなか頑張った方だったな。最初の方にご紹介した通り、草の人のチーム分けは、ゲソポテトチームになっており、ゲソポテトがランクポイント2位、ハネムーンがランクポイント3位でフィニッシュしたことにより、まさかのチームゲソポテトが1位通過してしまう可能性が現在浮上中。企画の最終結果は絶好式発表をお待ちください。こんな感じで発売前の環境予想を大きく覆し、おそらく歴代最高だと思われる環境に仕上がったシャドーバースチャンピオンズバトル。実際にランクマッチを走っていた視聴者たちの中には、本家のシャドーバースにもこのシャドバトカードと環境を輸入してほしいとの声も。いつか限定モードみたいな感じで遊べるようになるといいにょんね。ストーリーだけでも大ボリュームで十分満足できちゃう。この最高の環境を遊べるのも、スイッチのソフトが発売したての今がチャンス。ぜひ任天堂スイッチを持っていて、カードゲームが好きな人は購入を検討してみてください。ご視聴ありがとうございました。